ズバリ一歩ずつ成長してはいけないということです。はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤尾です。それでは今回も3分間でタクシードライバーの営業ノウハウについてお伝えをしてまいります。今回のテーマは保証期間が終了までにやっておくべきことについてです。貴重なお時間いただきますが、最後までご視聴お願いいたします。タクシー業界を未経験の方がですね、タクシードライバーになるときに乗務開始から、何ヶ月間かですね、給料を保証するというものがあります。ただこの保証給に関してですね、コロナになって一時期減額になったりとか、そもそも一時的になくなったりとかっていうのがあったんですが、またここ最近になりましてタクシー業界の売り上げが戻ってきたのに伴いまして、保証給っていうのが制度として復活したりとか、また金額が元通りの金額になったりとかっていうのもありますので、今回はこの保証給についてテーマを絞ってお話をさせていただきます。ではそれを踏まえまして、この保証給の保証期間が終了するまでにやっておくべきこと、それは何かと言いますと、ズバリ一歩ずつ成長してはいけないということです。いきなり何を言い出すんだっていうふうに感じる方もおられるかもしれません。これはどういうことかと言いますと、新人の方でよくあるのがですね、都心部だとやっぱ車通行量が多かったり道が複雑だから、会社に近い場所から少しずつ道を覚えていこう、自分の会社から近いところのエリアで営業しようという方がおられます。でそこでこう仕事に慣れてきたら、徐々に都心部に入っていこうという考え方の方がおられるんですが、これに関しては間違いというわけではないと思うんですけども、個人的にはあまりベターではないかなと思います。都心部から離れた郊外、ご自身の会社から近いエリアだったとしてもですね、結構道が複雑だったりとか、やはり分からない場所があったりとかします。そうするとですね、道が分からないというやっぱり不安があったりとかしますし、実際に稀ですけれどもお客様から叱咤激励じゃないですけども、こういったことをやっぱいただくケースっていうのもあるんですね。で、こういうふうに経験をしてしまうと、人間はどうしてもこの自己防衛反応っていうのがあるので、自分を守るために危険は犯さない方がいいというところで、営業したことがないとか普段めったに行かない都心部に関しては難易度が高いんじゃないかなっていう風に、経験を積めば積むほど自分の中でハードルを上げていってしまう傾向にあるということなんです。では、それを踏まえまして、保証期間がなくなるまでに何をしなきゃいけないかというと、新人のもうデビューした初日からですね、都心5区を中心に営業をする。やはり今このコロナの状況でタクシーの需要が下がったと言ってもですね、都心部やはりお客様おられますので、まずはそこに向かって走っていくっていうのを率先をしていただければと思います。とはいえこの右も左もわからないという状況で都心部中に入るのは、やはりこうリスクがあるというか不安に感じる方もおられると思うので、最低限、ポイントとして押さえておくべき場所というのがあります。それはですね、空港だったりとか、新宿とか東京駅とかって言われるその大きなターミナル駅ですねの、ここのアクセス方法でしたり、あとはその各ターミナル駅間の、ルートですね、こういったものを押さえておくことが、ベターではないかなと思います。このあたりですね、今後ですね、乗務開始1日目のタクシードライバーが覚えておくべき最低限の、ルートとか、そういった形で動画配信もちょっとしていこうかなと思います。今回のテーマまとめますと、保証期間が終了するまでにやっておくべきこと、それは何かというと、自分の会社の周りから営業できる場所を開拓していくのではなくて、もう乗務開始初日からできる限り都心部を中心に営業をしていく。やはりですね、この都心部に関しましてはタクシーの需要はある程度あるので、保証期間がなくなった後でも保証給同等の給料を確保できる可能性が高いので、だからこそ保証給がなくなる前からですね、もう率先して都心部を中心に営業した方がベターというお話になります。